北の軍隊より整列してるやんけ。上から見たらもうブラックブラックやん。できるかな。あ、生足5回飛び降りコンクリタイプ。スポドリ飲めば治る足。ギャグ漫画かな。可愛く見えてきたなこいつら。東京マップでいつ正式実装になるんだろうね。あ、やべ、片足突っ込んでまった。どうしよう。下で動かした方が早いな。今から動くよ。愛にできる。完全に合体した。懲らしいんだ誠先生、黙ってないわ。荒野の子進化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 いくぞ。こんな形で荒野の子上映中止だと。進化絶対ご無事で。もう俺何してんだろ、東京では実現しなかったんで嵐の半島に消えります。あ、そうだ、嵐の半島には消えなかったか。まあせバス企画で。トリモンパス集めます。めちゃ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 ゴミク。めちゃめちゃめ、え、待って。東京から来た迷子の K が。どうしたの僕。東京にしかいないはずなのに。軽自動車召喚したった。ここ動画にしよう。あ、待って、めちゃコミックのとこギリ使わないかん可能性。まあいいか。僕のやったこととしてはルームで K だけにして2回くらいルーム作成しました。で、嵐の半島でバトモニーにしました。そしたら迷子の K 出現。ここで久々にあいつと対面。TikTok で指摘中鬼脇した伝説の企画。車 VS 電車。もうダデンジャクリリンとブロリーよ。でもね、僕18号さんの大好きで、これの旦那ですって。で、すっごい夫思いなのよね。そこが本当に可愛い。さあ、戦おうか。来い。相手にもされない。飼い主にするより雑誌犬みたい。行くぞ。立て替えて。どうなっとんのや。アクロバチックすぎる。イエー。はい、よっこせっ。うん、もう軽自動車いいわ。じゃあな。文字通り軽く飛んでった。これには電車サイドもびっくり。オッケーオッケー、来い来い来い、お尻お尻、後ろから攻めるスタイルね。ああ、シャボンディ諸島の熊戦くらいぶっ飛ばされた。まあ最後はバス飛ぶ姿見て楽しもう。いってらっしゃい。あ、俺はまだ諦めねえぞ。あ、結果発表。 K が来たとてどうあがいてもクソ動画、スペランカーぐらいの段差で死ぬ。以上、くもとでした。チャンネル登録お願いします。Twitter フォローもお願いします。ご視聴ありがとうございました。Twitter で客が参加募集するんで、ぜひ Twitter フォローしてくださいね。